礼拝が始まる前にお願いがあります。携帯電話、スマートフォンをお持ちの方は電源をお切りになるか、アラーム音、シャッター音など音が鳴らない状態に設定していただきますようお願いいたします。なお貴重品の管理をよろしくお願いいたします。それでは2017年12月31日主の十字架クリスチャンセンター東京アンティオキア教会手術第二礼拝を始めていきたいと思います。はじめにお祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人を第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを褒めたたえることができるよう助け導いてください。またあなたの豊かな祝福恵みを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは賛美をもって主を褒めたたえていきましょう。皆さんおはようございます。それでは共に立ち上がって主を賛美してまいりましょう。いつも喜び、いつも喜び、感謝しよう。すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられる。God is, God is working for my good. すべては益になるから。God is working for my good. 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。いつもいつも喜び感謝しよう。すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられる。 God is God is working for my goodすべては益になるから。 God is working for my good 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。 God is God is working for my good すべては益になるから。It's working for my good 主の言葉を信じて感謝捧げ歩もう。感謝感謝捧げ歩もう。感謝捧げ感謝捧げ歩もう。主に感謝をさせよう。俺ら
イエスよ、あなただけを心から愛する。今主の、今主の集いすべて、すべてを主の御手に委ね、礼拝しよう、礼拝しよう、おいなる、おいなる皆をあがめ、歌を感謝の感謝の歌、賛美の歌、声高らかに、おイエスよ、イエスよ、あなただけを心からたたえる、おイエスよ、イエスよ、あなただけを心から愛する、イエスよ、イエスよ、あなただけを心からたたえる、ただけを心から愛す、心から心から愛す、もしよ、心から心から愛す、お一人お一人に神からのビジョンと使命が与えられていることを覚え、神の言葉に信頼し、神の言葉を大胆に告白し、信仰の対応をしっかりとなしていきなさいと主は仰せられます。神の言葉の実質、神の言葉の成就を顕著に見ていくと主は仰せられます。この神の言葉に立ち、また神がこの示しているところに固く立っていなさいと示されます。さまざまな情報がこの飛び交う中にあって、祈りつつ正しく主からの情報を受け取り、またその神の言葉に立ち続けていきなさいと示されます。時代は大きくこの変化を遂げていくと示されます。しかし変わらない神の約束の言葉にあなた方は立ち続け、またその信仰の意味を強めていくようにとおっしゃされます。その時にこの肉の力でこの頑張り、また肉の力のこの努力によって成し遂げることはできないとおっしゃされます。あなた方が私の御前にで、私の恵みによってそれを全うすることができるとおっしゃされます。私はあふれるばかりにその恵みをすでに注いでいるとおっしゃされます。それではもう一度賛美を捧げてみましょう。いつもいつもいつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる、あなたは、あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は
されている。もう一度主に感謝をする。すべての父様、この賛美と今日はありがとうございます。また言葉ありがとうございます。これからの我々豊かに祝福を用いてください。感謝しシュエスキさんにお願いします。アメン。さあ、お座りください。それではしばらくの間お祈りの時をお持ちしていきたいと思います。主の前に共に静まってお祈りの時、交わりの時を持っていきましょう。お祈りをそこまでにしていただいて、再び賛美していきましょう。それでは主の祈りを共にお祈りしていきましょう。初めての方はモニターをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を救い主と信じ洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの式に加わってるくださっている方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。
またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人びとりのうちに御川とんちの恵みを荒らしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスはパンを取り、祝福書の力を先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、
感謝の献金の時をお持ちしていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝します。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げしました。どうぞこれを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人にあなたの豊かな祝福恵みを与えてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きたいと思います。マルコの福音書11章22節から24節です。3版の方で90ページになります。マルコの福音書11章22節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。本日はこの箇所を通し、特別賛美、しばらく賛美の後に、パウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。